こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、時人を待たずです。これは光陰矢のごとし、時人を待たずの下の句で、時間は瞬く間に過ぎ去っていき、人を待っていてはくれないから、少しの時間を無駄にしな、してはならない。修行者に寸暇を惜しんで道を求めることの必要性を教える語です。日月は火のごとし、火とは機織りの道具です。と、並べて用いられる場合も多い。光陰盛衰に似たりも同種子の語です。それでは今から時人を待たずを書いてあります。最後までご覧いただきありがとうございました。